絵っていうか使う箇所やね。ビールが似合うね。おいしい。お？来ました。今日はね、あの西成に来てます。アイリン地区からちょっと離れてるんですけども、本当にもう徒歩5分ぐらいの位置にあるこの激安居酒屋西成一番さんっていうところ、ちょっと行く意味じゃないその服装とこの西成のギャップが、今日はあのここに西成一番激安めっちゃ安ほんまに安いっていうとこ行きます。さっき あの歩いてたらおっちゃんが安いから入ったらええやんっていうことで入ることにしました。カラオケあったりないけど、今日今お客さんほらいないんで、どうぞどうぞ。こんにちは。じゃあとりあえずじゃあちょっとドリンク行きましょうか。はい、ふみちゃんはビンビール、じゃあ大瓶で。はい。朝日とキリンとどっちしましょう。朝日かな。はい。はい。レースボール。こんな感じです。ついてくれるお店なんですね。一杯目は。じゃあ、乾杯。ビールが似合うね。おいしい。めっちゃ喉渇いてた。お？おま？どうなの？そう、かわいい。この刺身っておいしい。いいじゃん。うん、じゃあ、日替わりの刺身と、うん、この昭和シリーズってのは、昭和シリーズはちょっとあのご飯盛りになるんですけど、チキンラーメンか焼きそばか、レトルトカレーか、あ、その中から選んでいくって、ちょっとあれよなんか、あ、どうしようか、締め系、そうですね、あ、串カツもあったりする、はい、串カツも、おまかせもありますし、1本から、じゃあ日替わり刺身とおまかせ5本セットで、はい、あります。お刺身があの締め様になるんですけど、あ、いいですよ、はい。日替わり刺身ね、この締めさはどうぞ。はい、いただきます。何でも飛びでもどこかでも何でも取って、何でも来ました。大阪といえばだね。そうだね。もさつさんも5本セットで680円。どうぞどうぞ。あ、え、どうしようかな。ししとうあって、玉ねぎあって、玉ねぎ美味しそう。どうぞどうぞ。いただきます。揚げたて、いただきます。おっと、うん、はい、やみたい。ああ、ありがとう。あ、うわ、なんか怖い、悪いんだけど、おしゃるとあったから見てくれただけでちょっとバリバリがあるね。じゃあ、ゆっくり、ゆっくり飲みます。肉食べよう。これは何だろう。これ一緒かな。ちょっとこれ食べてみます。通るマスターか。あ、ウィンナー。うん。消えるThank you.
まだ来ます。ありがとうございます。はいはいはい。はいはい。どうでした？いや、美味しかった。美味しかった。本当に。なんか低価格でね。低価格で美味しく飲めて最高。カラオケができるってことはもうかなちゃんと来るしかない。ここに。ここにかなちゃんとコラボしたい。よなよなここで。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。